しろ MC させていきます。よろしくお願いします。一生無口のラクさんです。今回ちょっと新しい試みでちょっと MC が変わってきて、発信していこうということになりましたので、僕と、ラクさんが MC になります。よろしくお願いします。はい、まあ、その前にですよ、やっぱりうちの、王子様でトップランカー、やっぱ売れっ子といえばこの方ですね、首位を歩夢さん来てもらってます。ありがとうございます。王子、はい、じゃあこうやって集まってもらったんですけども、まあ、何をするかと言いますけども、じゃあ企画説明します。はい、ネオユニバース、はい、ルーキー育成コーナー。はい、ということでもう今のでね、大体わかるとは思うんですけど、みんなホストたるもの、はい、何したいですか。稼ぎたいです。稼ぎたい、まあ、それもそうですね、はい、その前にこう売れたいでしょ。売れたい。3人言うてもうてあれですけど、この組で売れっ子じゃないですか、やっぱりトップランカーだし、ここ来てもらった時は君たちに、はい、アドバイスをして。わー、嬉しい。これは嬉しいですか。まあ、トップランカーが、ちょうどいてくれてるということで、まあ、皆さんに、一つずつ質問を投げます。どうぞどうぞ。こういう女の子来たらどうする。なるほど。こういう失敗したらどうする。喧嘩した時どうする。じゃあ、まあ、首位ヤムさんも結構出てますので、レギュラーですけども、はい、ここの4人は全然違いますから、はい、はい、ちょっと自己紹介の方ね、早速してもらおうと思います。じゃあ、こちらピンクの、はい、お二人目安です。じゃあ、車ハウス持ってますよ。カイトです。カイトです。ニュージェネのカップ優勝、ありがとうございます。検証さんに負けないぐらい喋っていこうと思ってるんで、よろしくお願いします。硬い硬い基本硬いんですよ社長。はい、じゃあ隣の島本君は、隣の動物園から来ました、アラです。アラです。はい、どう今入っているぐらい、今入って6ヶ月目ぐらい。6ヶ月もう慣れたかった。もうこんな感じで結構ね、6月の5月も和気あいあいとしてくれる感じなんで、さっき言うてまんけど、募集中です。募集中。はい、じゃあ、お隣の日向葵です。はい、日向葵ちゃん。ちなみに今入ってどれくらいですか、おちゃん。3ヶ月。3ヶ月で、はい、うちのもうスバルキになってます。なかなかうちではなかなか取られない称号になってます。スバルキをどうぞ。おめでとう。なんかプラスな言葉をかけれてあげたらいいかなと。おー、ちょっ
一番最初行ったらあかんのちゃう、あかんな、一番最初行ったらあかんのちゃう、内容を聞いてあげる、そうこう上から行ったりしない、これは結構いいポイントじゃないですか、これどうですか、どうですか、ただまあ、はい、僕とはまた違った感じでした、あらあら、マジで、じゃあ、後でちょっと聞いてみようか、はい、これはじゃあ、テンポよく行きましょうか、はい、はい、お、行きました、お、笑顔で喋って、はい、その空間を楽しいと思ってもらう、おー、いいな、なるほど、もうストレートですよ、確かに、やし、もうアランのね、アランらしいというか、これはもうだって常にニコニコしてる子やし、勝手に笑顔にね、連れていくというかね、そうっすね、もう笑顔にさせてごめんってもう女の子に言いながら、え、ちょっと待って、ごめん、あ、笑顔にさせてごめん、うわー、それ最近自分でハッシュタグでつけてるやつやん、そうなんです、隣のカイトさんが考えてます、あー、おーい、まあ、ホストもね、あるんですね、はい、なんなん、ちょっと素晴らしい企画になってないですか、これ、あら何やねんって言いたかったんやけど、結構うちの従業員って素晴らしいの、すごいよね、どんどん行きましょうか、あっ、取ってきた、はい、ありがとう、お、いいですね、じゃあ、カイト、カイト、自分も一緒に落ち込む、おー、これでもね、結構、なんか上級できる気に感じるんですけどね、僕、自分が強い人間じゃないから、同じ気持ちに立って考えてあげることができるかなと思って、女の子の立場になって考えて落ち込む、これが。なるほど、歌詞書いてる、歌詞書いてるやん、なるほど、とみんなどこで教わったんだろう、ちうちやんな、うちやんな、絶対うちやんな、そうなんですよ、ね、行きました、はい、お、はい、よりそう、ぐーい、マジで、まあ、でもなんかそんなに深く聞いてもありやし、はい、あーなるほど、いや自分がそうされたら嬉しいな、確かにね、あおちゃんがこう隣に呼んでくれたらこう、あ、やばい、安らぐってなるもん、ね、あ、やばいやばい、あおちゃん、あおちゃん、あおちゃん治ったって多分なると思うもんな、結構なんか大人な感じやね、うん、一旦揃いましたね、はい、4人の回答、はい、これでも素晴らしいんじゃないですか、素晴らしいです、それでもやっぱりうちのトップランカー、はい、あすごいですから、やっぱり治っておいたい、やっぱ気になるんじゃないですか、4人になります、確かに、確かに、うん、してるんだろう、じゃあ早速ですよ、皆さん耳出しましょう、はい、これはトップランカー、エゴさん、よろしくお願いします、はい、では、はい、否定しない相手より落ち込まない、ほぉ、ちょっと寄ってる人もいてるね、いや結構みんな近かったじゃないですか、全部俺もそう思ったから、うん、でもまあ違うなと思ったところは、まあ、相手を落ち込まない、落ち込んでも笑顔もないし、やったらやっぱり違うかなって俺は思うから、うん、結局笑顔で接して話聞いてあげて、それに対して自分の意見はあんまり言わない、すごい、これは多分4人の意見の全部合体した上の話なんですけど、相手より落ち込まないっていうのが多分相手のことを尊重してるベースだと思うんですよ、完璧よ、完璧よ、すぎた、え、取れるやん、みんなこれでベースはこれや、ベースはこれ、じゃあもうみんな一旦は完璧じゃないですか、ほら、素晴らしいな、第1問目ですけど、はい、ちょっとまだ待ってください、さっき俺は被らないって言ったんですよ、おぉ、なんかそうしないな、いきます、違うんですよ、結局は誰も被らないです、こちらです、いきます、はい、元気になる足つぼを押しまくる、おなるほど、なるほど、どういう感じにこう持っていくんですか、それは押してもらえて、押してもらえて、こう、ちょ、もう、ラクさん、ほんまにもうちょっと人生疲れた、ちょっともうほんまにどうしたらいいか分かれへん、じゃあ、足出してみて、なんでなんで、元気になりますよ、しますなんでー元気になったこと、新しいでしょ、新しい、新しい、何言うてんねん、何言うてんねん、けど、はい、もうそれぐらいしょうもなかったぐらいな感じで、話を終わらせて、なるほど、ラクさんに声かけてみたら、何言うてんねん、あ、そうしたりやん、あっってことでしょ、そういうこと、なるか、なるほど、なるかそっか、いや、今回第1問ですか、素晴らしい、今回はここまで。次回もこんな感じでどんどん進めていきましょう。